ご視聴ありがとうございます。先日顔写真で祖先の遺伝子が分かるサービス DNA をご紹介させていただきました。なぜ分かるかというと、2014年から遺伝子検査をもとに個人に合った商品を提供するサービスを展開。そこで顔や遺伝子に関するデータが蓄積され、顔写真から識別できるようになったそうです。すごいですよね。流れとしてはこんな感じで、遺伝子検査、個人に合った化粧品を開発、顔や遺伝子データの蓄積、顔写真から祖先の遺伝子を割り出す。とはいえ半信半疑だったんですが、なんと今度は遺伝子から古代人のミイラの顔を割り出したという海外での報道がありました。つまり逆説的に証明されてしまったというか。アメリカのパラゴンナノラボというグループが法医学 DNA フェノタイピングという技術でミイラの生前の顔をデジタルで再現。農業に利用されているフェノタイピングという手法で、生命体が示す表現型フェノタイプを特定するそうです。人 DNA では今回が初めてのことだったそうです。スナップショットという方法から得られたミイラの遺伝情報に基づき、25歳時点での顔の特徴や民族、肌の色など顔を予測。古代の人間の DNA を扱うことは困難な場合があり、DNA はしばしば長い年月が経っているので高度に分解され、通常は細菌の DNA と混ざるそうです。そして配列決定に利用できる人 DNA の量は非常に少ない可能性があるそうです。 DNA の大部分は全ての人間の間で共有されているため、科学者はゲノム全体を必要としない。人の身体像を収集するのではなく、ゲノム内の人によって異なる特定のスポットを分析するだけでよく、単一ヌクレオチド多形異、これらの SNP の多くは個人間の身体的な違いをコードしているそうです。わあ、すごいですよね、本当に。まあ基本的に人間という種ですねに関してはやっぱ共通というか、まあ大体 DNA は同じなんですけど、そのまあ人によって違う部分というのはそれぞれあって、その部分だけを分析すると、それで、まあ、個人間の、この人とこの人の違いとかそういうのがまあ残ってるものを踏まえて、このまあフェノタイピングがまあこういう顔だみたいなところが割り出せるみたいですね。ねえ、ほんと不思議というか、なんかすごいなという、ちょっとまあちょっとあの顔写真からこういろんな人種というのが以前もご紹介させていただきましたけど、まあね、あのいろんなこう
一人の人の顔を分析してもいろんな人種が出てくるというか、まあ、いわゆる混合種ですね。でまた日本人ってね、なんかこういろんな顔の人がおるみたいな話がありますけど、やっぱりその、まあ、いわゆる、まあ、縄文人とか弥生人とかね、あの古代のなんか、まあ、最近だと古墳人にあたるものが存在しているんじゃないかという話もあったりもしますけど、そういったものがやっぱ基本的になんか単純じゃないんですよね。基本的に原則的に割と、ま、混ざってるというかですね。でまあそれはやっぱりその人類がアフリカから始まってこう、それでこうどういうルートをたどったかみたいなのが分かってくるわけですよね。その遺伝子の混ざり具合というか、もともとはどういう人たちで、そのなんか混合種もその遺伝子の中で人種の割合っていうのがなんか違ったりしますんで、でまたさらに細かくいくと顔とか分かれて、すごいですよね本当に。今後も古代人の DNA 関連に関しては随時追っていきたいと思っていますので、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございます。自分のルーツが何なのか DNA 検査を受けてみたいと思っている方もいるかと思います。この鎧はこのチャンネルのルーツ。この鎧を身につけてた人はどんな人だったんだろうと調べ始めたことが、考古学、古代に興味を持ったきっかけです。だから切り口が独特なのかもしれません。DNA 関連の企業は提供する AI や GNU。 Who do you look like in the world? 顔写真だけで先祖の遺伝子を AI で分析することができるそうです。2014年、遺伝子検査でパーソナライズされた化粧品を提供する事業を発表しています。唾液を取り、その場で DNA 検査、30分ほどで個人のプロファイルを作成して化粧品を制作するサービスだそうです。そういったことをやってきたから DNA に関するノウハウや知見があるんでしょうね。DNA に合わせて個人に合った化粧品を制作、カードパーツなどのデータが蓄積される。それが遺伝子情報と結びつく、ルーツを探る分析が可能に。今回動画にするサービスで適用される人種を一部紹介すると、ピューブレッド、北米プエブロインディアンとかそんな感じでしょうね。セネガレッド、アフリカのセネガル。ディナレッド、ヨーロッパ。ディナール人種のことでしょうね。イニュエッド、北米。イヌイットでしょうね。ラゲッド、南米。ヤメネッド、アフリカ大陸。イエメンのことでしょうね。Who do you look like in the world? 国籍ではなく人種が分布する地域となります。さて、人柱として自ら実験台になります。個人情報の入力はなく、顔写真をアップロードすると数年前の写真です。このようなグラフになります。これは地区前でしょうね。福岡のあたりですね。
こちらに性別年齢が表示されます。で、分析結果が結構まあ情報量が多いというかですね、いろんな人種でのこうガチ具合というか結果出てくるんですけど、このまあ先ほどちらっと触れた筑前ですね、まあ私の母が福岡県寄りの大分県出身なんで、まあ、何かしら辿っていけばね、なんかありそうな気がしますけどね、つながりは。こちらもまあ 50% を超してて、真ん中が、インド系ところで、うん、まあインドとのつながりというのはちょっとこうパッと思いつくのもないんですけど、東京に住んでた頃になんか海外とか呼ぶ言い方にちょっとインド人っぽいと言われたことはありますね。右側がアフリカ系ですね。結構割となんか均等にこうバラバラ出たかなってところで、割とこう人によってはですね、偏りがあるというか、ヨーロッパ系とかいろんなの出てくるんですけど、でこれが非常に興味深い化粧品会社の DNA 関連の検査なんで、やっぱりしっかりとこう女性のデータが出てきますね。でまたこちら役人というのがあってですね、これがまあ古代の日本での役人みたいな、それに多い遺伝子のタイプみたいで、まあ私自身は役人とは縁遠いというか、むしろ体制にない側の人間というか、まあちょっと思ったのはさっきの筑前というのが九州北部ということで、まあ九州南部寄りの方出てるのかなってことで、まあ九州産地人です。九州のこの真ん中ら辺の人種の特徴が出てるかもしれないなという、そんな結果で。で、真ん中がまた、こちらは、またこう、インド系で、私の場合ちょっと綺麗になんか、あれですね、そのまた右側がアフリカ系で、結構なんかバランスよくというかですね、私は肌が地黒というか日に焼けると黒くなりやすいんですよ。だから昔からですね、なんか色白の人と比べると絶対自分なんか全然そっち側だよなみたいな意識がずっとあってですね、なんか身に覚えがあるというか、まあ、あとこの、左側がマヤ文明のマヤですね、が出てきて、またこちら、これはまあインドと、まあ、アジアの中間ぐらいのですね、ところの民族ですね、で、左側が北米のインディアン系ですね、中東のヨーロッパ寄りというかですね、そういうところが出てきているという結果です。まあなんかいろんな人でこう分析してみてですね、結構人によって結果がまちまちというかですね、なんかやたらとこう中にはやっぱ黒人系が多い人とか、ヨーロッパ白人が出てくる人とかいろいろなんですよね。不思議ですね本当に。まあ、あと中国とかですね、ああいうのが出てくる方もいて、まあくまで参考値といったあれですけどね、実際に DNA 検査を精密にするのと比べると明らかに多分大雑把なものだと思うので、そして、まあ、これが横顔で分析してみても同じような結果が出るということだったんですけど、
占ってみるとですね、不思議なことにまずちょっと年齢が5歳ぐらい若く出てですね、まあ、写真自体、まあ、そもそも数年前なんで、私は今、まあ、随分全然おっさんなんですけど、はい、ごまかしてるわけじゃないですよ。たまたまちょっとあった写真があるんですね。まあ、言い訳しておきますけどね。で、中のこの人種もやっぱり若干違う感じの、やっぱなんかこう、特徴を捉えたような、人種というかですね、なんかルーツと思われるような、民族の方々が出てきてますね。まあそんな感じで楽しんでね、やってみてはいかがでしょうか。なんかちょっと思わぬ発見があったりとかいろいろしますけど、まあ自己責任でですね、まあ個人情報とか入力するところとかないんで、リスクは特にないはずだと思いますし、立派なね、こういった事業なんか発表されている企業さんだと思いますので、まあいろいろね、ちょっと、まあ、このサービスを特に案件とかじゃありませんので、まあ、紹介するまでに、留めておきます。ご視聴ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。今日は、速報的にですね、動画を出してみたいと思います。どういったことかというと、まあ、最近佐賀の伏の狩遺跡で、今までこう神社があって発掘できなかったところが、まあ、その神社が移動した移転に伴ってこう発掘できなかったところが発掘できて、でそこが石棺墓があることが分かって、でまあ吉野ヶ里遺跡ってもともと邪馬台国があったんじゃないかとか、こう響がいたんじゃないかって言われてる場所なんで、まあちょっと大発見があるんじゃないかみたいな感じで盛り上がって、まあまあ、そんなになんか特に考古学ってなんか出てきたとしてもなんか名前が書いてあるわけでもあんま、書いてないこともないんですけどね、なかなかねはっきりした発見ってなかったりとかいろいろするけど、もう全然重要なことで、まあ、端的にですね、その神社になんでそこをなってたんだろうみたいな話でもあって、こうそこでやっぱ神事というか神様のこうお祈りというかそういうことを神事をしてないと多分とかそういうことをやってたから、その後も神社になった、神社になるような神聖な場所だったというのが、まあ、推察される面があったりとかしてですね、でまあねこう石棺墓、まあ、なんか石の蓋にこう線の印があったとか、でこれが何を意味するんだとかいろいろあって、でまあ開けてみたら砂だった土だったみたいなまあけどそれはまあ石棺ってこう隙間があるとどんどん入ってくる、堆積してくるものなんで。なんかそれとともにもし中にその骨があったりしててもやっぱものすごい長い年月が経ってるんで、となるとやっぱりそれってね、溶けるというか分からなくなってしまってたりとかする場合もいろんな、その雨とかも入ってくると思いますしね。まあにしてもですね、なんかその発掘の様子というか経緯とかこのやり方とかいろいろ見ててもすごい面白かったんですよ。要はグリッドといって、紐をこう引っ張って、要は紐をこう格子状というか方眼紙みたいに網の目をこうなるように紐を引っ張ってですね、グリッドを作って、でだから石棺をああやって開ける前に一回ちゃんと記録保存ですね、記録を取ることで。もともとどんな状態だったかってことを正確に分かりやすくするために
残してくる。で、まあ、方眼ごとにまあその仮に番号がここがこう1とか2とか3とか番号を振ってあったとしたら、あ、じゃあこの5から何が出たとか、いや何があったとか、1がどういうふうになったとか、もう正確に分かるようにですね、あの要は、まあ、写真とかでもポンと撮って分からなくはないんですけど、やっぱあの立体なんで、やっぱその蓋がこう凹凸がね、凸凹があったりすると、その多分線で、まあ、あの上からまあ平面で 2D で区切れるんですけど、ちょっとそのまたさらにこうどこが深くなってる浅くなってるとかも紐があることで分かりやすくなると思うんですよ。そういうなんかこう理解の仕方というかですね、とかまあなんかあの私はなんか見てて面白かったし、まあなんかそんな目に見えて分かりやすいのってそんな出てこないというか、なんかあの仁徳天皇陵をよくなんか発掘したらとかいう説があって、なんかちょっとしましたよね、あれも。なんかそういうなんかね、要望がすごい世間的に強くてなんかしたけど、なんか土器かなんかいろいろなんか出たりして、なんかね掘って、あの考古学的にはやっぱ重要なものっていうのはあの今回の発掘も出てるわけで、すごい立派な、あのすごい、まあ、ちょっとあのなんか盛り上がりすぎた感といったら申し訳ないんですけど、なんかまあけどいずれにせよですね、なんかまあその邪馬台国の時代というかですね、その同じぐらいの頃に、まあ、何らかの形でその、ね、時代の中にいた、ね、あの国なり人がそこに生きていたということが証しなんだろうなとは思いますけどね。で、まあ、ちょっと今日お話したいのはですね、実はですね、ちょっとあのね、本当最近昨日とかあの初めて見てですね、私も感動したというか面白かったんですけど、あのネットフリックスって動画配信サービスあるじゃないですか、あれのアンノーン洞窟イネベル新たな人種というのがあってですね、でそれを見たら、まあ、要はホモナレディといって25万年前に、まあ、生存していた絶滅した人類ですね。それをあの南アフリカのライジングスター洞窟というところから、まあ、あの2013年に最初はなんか洞窟探検にあの プロの洞窟探検隊が入って潜る深さ相当深いですよ。なんかおそらくこの洞窟自体も深いんですけど、なんかネットワーク的な呼ばれ方をしてるみたいな、なんか何キロ単位とかであるみたいなんで、だから地中にすごい、もう要はアリの巣みたいな感じで多分張り巡らせてると思うんですけど、けどこのライジングスター洞窟自体も長くて深くて、でそのまあ奥の方の、空洞というかところにあの骨が埋めてあったんですよっていうものが発見されて、でそれがですね、あの脳が小さい、まあつまりそれ基本的に、まあ、あのダーウィンの進化論ってあるじゃないですか、だんだん人間ってこうなんか、ね、二本足で歩き始めてこう最初はこう、まあ、あのお猿さんに近いようなだんだんこう立ち上がってこう現在人間近くなったみたいな進化論って、まあ、あれが、まあ、間違いだったというか、まあなんか実際問題なんかそんな単純じゃないんですね。進化とか人種とかにしてもそうですけど、あの遺伝子とかもね、本当いろんなこと長い年月の中で混ざったりしてるんで、で、まあ、これ脳が小さいってことは要はとても古い人種ですね。アウストラロピテクスぐらいで、それだと大体200万年前ぐらいの人種だったんじゃないかと。でそれがそんな埋めたりとかしてたとかなるとすごい大事なんですけど、まあちょっとそれが、まあ、脳から言ったら確かにそうなんですけど、あのその後にですね、地質学者の方があの調べたところ、まあ、あの私もうあの父が地質学者でものすごいもう大変不遇な悲しい立場にあり続けたんで、地質学者がこういうところで活躍してるような話ですごい好きなんですけど、あの、まあ、地質学者が地質を調べたら、まあ、それが33万年から23万年前の
ものじゃないかで、まあ、大体今最近は25万年前のものだったんじゃないかと言われてるんですけど、で、まあ、大幅にかなり現代に近づいたんですけど、この時期って実はそのいわゆるネアンデルタール人とかホモサピンスですね、現世人類、今の人類に近いあのホモサピンス、 ほぼ現代人ですねと同じ時期にこの人種はいたと、存在していて絶滅したというふうな話になるんですけど、けどその要はですね、まあ、その死んだ人を埋めるというのは埋葬するんですけど、要は葬儀文が今現在ね日本でもやってるようなお葬式みたいに埋めて葬儀をしていたってことは、これはですね、葬儀文化っていうのは要は脳が大きい人類ほど、だから最初の頃の人類って脳が小さくて、その頃は葬儀とかしなくて、だんだん大きくなるにつれてって葬儀のやり方がこう発展していったみたいな。で今のこの、まあ、番組の中では要は日本で葬式するとしては、まあ、仏教だったらお坊さん来て置き上げたりするじゃないですか。だからまあそんな感じでシャーマンですね、そういう祈祷師みたいな人がいてちゃんと儀式を行ったんじゃないかみたいな、火をこう焚いてたりとか、そのこの、骨が見つかった埋められてあったところっていうのは上がこう鍾乳洞、きれいな鍾乳洞があって、明らかにこうなんか特別な異質な空間なんですね。これがまあそのリー・バーガーというその人類学者の方がやってるんですけど、この洞窟がですね、その長くて深くてしかもすっごい狭いんで、このなんか調査を始めるときに応募したときに小柄な人ですね、でそういう人類学とか分かって閉所恐怖症じゃない人っていうのを世界中から募って集まった、もう全員女性が発掘調査してたみたいなんですよ。結構他の発掘調査とかでも海外なんですけど、女性が結構発掘してたりするんですよ。結構日本であんまり見なくはないですけど、ちょっと新鮮に感じたんですけど、なんかそれでその発掘した方々というのが地下宇宙飛行士と呼ばれてたそうなんです。そのぐらい要はもう入っていくのが大変ってことですよね。もう宇宙って現実やっぱすごい出てくるのも難しい、無重力で無酸素で非常に危険な状態なんで、でこの地下というのも下手するとその中で移動している時にね、もうどんなことあるかわからないというか、まあその小柄だからちゃんとその狭いところも通り抜けれるし、でこのホモナレディもまた後分かったことですけど、まあ大体人骨が、まあ、143センチ43キロぐらいの体型で、で要はその一人の人が特定できるぐらい人の骨がまとまってあるってことは、さらにやっぱそのお墓であることは間違いないって話になるわけなんですよ。要はただなんか自然にこう洪水とかで流れ着いたとか、なんかまあ犬が加えてきたじゃないですけど、なんか狼にしろ、なんかそういう場合であればその人体の骨が揃ってはないんですけど、明らかに揃ってる状態で見つかった、まとまってですね、でそれを後でそれ組み立ててみるとそのぐらいの体型だったってことなんですけど、その洞窟の中にシュートとかいう場所が、要は最近あんまりないかもしれないですけど、昔やっぱビルとか高い高層階って、まあ、例えば3階の部屋からこうポンとこう家の中ですゴミ投げ捨てるわけじゃなくて、なんか穴みたいなそのガラッと開けて落とすとちゃんとこうゴミがそこに収まるみたいな、ダストシュートみたいな、なんか廊下とかにあって、ダストシュートみたいなイメージでシュートという名前付けられてる。まあ実際問題はおそらくそこに行き着くまで、だからシュートって言われてる場所に着くまでも大変だし、そこ通り抜けるのも大変だしってなると、やっぱりその遺体に関しては大切にやっぱ運んでいかないとそこまで取り付けるつけないようなところだったと思うんで、多分それもやっぱしっかり運んでったんですよ。すごい不思議なんですよ。そんななんか大変なことをして
危ないし、ね、入るの難しいようなところに入っていって、なおかつそこでこう埋めて儀式的なこともやってたような形跡があるという。でそこに、まあ、そのこの調査 の、まあ、あの リーバーガー教授という教授がいて、でこの方があのそこにあの一番、まあ、その方がやっぱ大柄な方で、やっぱあの、ね、外国人の方すごい大柄な人多いじゃないですか。だからなんかちょっと最近痩せたからいけるみたいな感じでなんか入ってったんですけど、なかなかそれも結構大変な感じでなんとか入れてですね、でその時にですね入って、まあ、他の人も気づいてたけど言わなかっただけかもしれないんですけど、またこういうのやっぱなんかすごく慎重にね、海外の考古学も判断する、考古学とか、まあ、この方は人類学なんですけど、要は壁面壁に岩に彫られているピクトグラムというのがあるんですよ。なんか要はまあ線がこう入ってあってですね、でそれがあのハッシュマークあのハッシュタグとか今ツイッターとかでもいるじゃないですか。まああのこの動画の下のところにもハッシュタグで入れてるんです。ハッシュマークですね。ハッシュマークピクトグラムが発見されたんですね。で、もうそれ見た瞬間にですね、もうまさにこの吉野ヶ里遺跡のなんか最近話題になってたこの線は何なんだみたいなあのもろになんかすごい似てるやつがあったんですよ。で、この教授が言うにはですよ、私が言ったんじゃないですよ。この教授が言うにはあのこれがあのネアンデルタール人の墓でもハッシュマークってあるらしいんですよ、このピクトグラムでですね。でホモサピエンスのすごい古い何万年と前とおかあの古いお墓にもあって、同じ種類でこのホモナレディの種類っていうのは分かれたのか、ホモナレディからその今の人類が分かれたみたいな説もあったりとかいろいろしてて、で例えばネアンデルタール人とかにしても現代人の遺伝子の中に何パーセントか残ってるらしいんですよ。それってだから複雑だから、それヨーロッパだとなんか 3% ぐらい、すごいネアンデルタール人の遺伝子が入ってる割合すごい少ないらしいんですけど、ゼロじゃないですよ。で、まあ、中央アジアとかになるともう全然、アジアになってくるとまたそれがもう全然高く 10% とかにネアンデルタールの遺伝子が増えてくるらしいんですけど、だからあのこのモナリディはこう25万年前でもう絶滅したとされてるのが大方の見方なんですけど、実は後にも続いたんじゃないかなみたいな説があってネアンデルタールホモサピエンスの墓にもあって、でこの教授がこれはもうあのこう遺伝子の記憶というかですね、なんか ロゼッタストーンみたいな言い方してましたね。まあ、遺伝子のそういうなんかにあの遺伝子が記憶しているもう非常に重要な象徴なんだみたいなことをなんか言っててですね、あやっぱけどなんかいやあの分かるんです、遺伝の記憶ってあるんだろうなっていうのはね、あのちょっと個人的にも今回ちょっとあまり話さないですけどあってですね、まあ、とにかくですねこのホモナレディというなんかね、25万年前の、まあ、新たに、まあ、だからもう本当2013年とかになってから発掘された人種ですね。しかもそれがあの今の人類とはもう枝分かれしても絶滅したと言われている、ね、人種、まあ、もしかしたらその遺伝子の中に何パーセントか、ね、残ってるかもしれないんですけど、その人たちが残したその、ね、岩に切り刻んだ線の形とこの吉野ヶ里遺跡のあの吉野ヶ里遺跡のこの線の形が出て、しかもその埋葬施設というか墓に対してあるものなんで、石棺墓の、ね、上に線がこう入ってましたからね。だからなんかこれがまあだから例えば全然違うような場所というか全然違う目的の場所ですよね、に例えばそので出入り口に、だからこうホモナレディの洞窟の入り口のところに、あ、まあ、あれ入り口のとこあったか、まあまあそうそうか、石棺墓もけどあれ蓋とすれば、まあ、石棺の中の入り口ですよね、じゃなくてもっと外の完全に外のあの
なんかね、鳥ぐらいのレベルの外で、鳥ぐらいのレベルで外だったらもう鳥ですね、なってくるんですけど、だからなんかそういった共通点がありそうだなというのをちょっと見ててすごい思ったというところで、少なくともこのリーバーガー教授が言うには、ネアンデルタールホモサピエンスのその何万年と前の、あの墓にもあったものがこのホモナリディの、まあ埋葬した洞窟にもあったというところで、ね、で形から見るようにちょっと吉野ヶ里遺跡もね、石棺というあれも墓ですからね、同じようにこう埋葬施設という葬儀の文化の中でそういったあの記号が残されてあったという、まあ、そういったところをちょっとね、あの今回お伝えしようかなと思ってですね速報動画的に撮ってみました。ご視聴ありがとうございました。まあ、またなんかちょっといろいろ今のもですね、結構ネタちょっと抑えて話したんで、本当はもっと情報量あるんですけど、なんか難しいですね本当、動画ね、あんま長すぎても悪いかなと思って、こう抑えていつもこう話してるんですけど、結構情報量増えるほど私編集も大変だったりとかしてですね、難しかったりするんですけどね、こういう感じでね続けてますんで、もしよければチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。